お疲れ様となったです。今日はこちら新チャレンジスーパーウェルター級やっていきます。さあ新たなねスーパーユニットが登場しました。こちらスーパーナイトでございます。はい、なんと能力はですね、移動時に周囲の味方ユニットを無敵状態にします。無敵なのかダメージ 90% カットなのかとか、その辺はちょっとあんま知らないんですが、ほぼ無敵だと思ってます。はい、そして、スーパーミニペッカも一緒にいますよというチャレンジです。はい、スーパーミニペッカはすべて、ワンパンです。はい、キングタワーもワンパンで倒す、火力12万オバケと、いうことで結構難しいチャレンジでした。はいというかなんかもうねゴリ押し止まんねえぞみたいな、本当にドチンパン対決です。はい、まあ早速ねやっていこうかなと思います。で個人的に最強はネクロかなと思ってます。はい、ネクロから生まれた、スケルトンが無敵になります。はい、でそのスーパーナイトが移動時がね周りをユニットを無敵にするので、基本的にナイトが戦うことを避けたいんですよね。だからナイトの前の方にね、ユニットをいさしてっていうか、まあ、ユニットの後ろにナイト行ってこれで戦いたいですね。こんな感じ でこの相手のユニット今無敵状態ですね。はい、これを倒すのがなんか呪いプラスのレイジみたいな話です。わかりましたかね、こういうチャレンジです。多分これも止まんなくてグッドゲームですね。これ円からはみ出ちゃってるんで無敵が解けてるんですけど、よいしょ、ナイトが戦うことさえしなければ止まりませんっていうチャレンジです。いやなんかね最初マジ巻きまくった本当に理解するまで意味わかんなさすぎて、強すぎるやんって話なんですけど、まあ、ある程度このナイトの仕組みを分かれば、まあ、進化ナイトの前の方にユニットを固めて進化ナイトがね立ち止まらないようにすると結構勝率が上がったイメージがあります。あとは周りはなんか周りはぶつけ何でもいいなと思って、ナイトの前に行ってくれればいいなと思って、はい、こいつ後ろでねせこせこやってるんで、なんか前で頑張れるアイゴレエリゴレとかでなんとかなるだろうっていう戦法でございます。よし、ネクロマジ強いんでね、まあスーパーミニペッカもまあ強いんですけど、あんまこのチャレンジだと活躍できないかなっていうイメージあります。はい、これ無敵です。でも相手これナイトいないから来ましたね。マジでカオスすぎる。まだもう形組んだら強いね。よし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 、呪いよね意味ないかな、回復してんのか。いやなんか無敵か、ワンチャン回復してない、あれかミニペッカの落とすパンケーキで回復してんのかナイトの能力かと思った。ちょややっこいんでね、まあでもなんか個人的に最強デッキですねこちら。なんかほんとまあネクロ、あの呪いレイジか、呪いレイジもその相手のスケルトン部隊とかネクロから生まれたスケをまあ全部ゴブリンにして無敵にさせるっていう部分でなんかトリマ使っとけ感があります。はい、よいしょ、まあタワーは別に何だっていいな、たまたま俺が今ねブラスターなだけです。このパンケーキ食べたいで回復してもらってふふふ、いやこいつだけでも十分強いんでね、回復して、まあまあ、さあ行きましょうか。ネクロからのこれちょっとまずいっすけどね、まあでも仕方ないのか。でもこれネクロが戦うと良くないんですよね、相手のナイトも戦うとなんかただのナイトになります。いやこれ良くないんですよね。そうネクロが歩いてくれれば強い、ってかこれやっぱヒール能力持ってない、持ってねえか。基本はナイトの後ろにユニットを出しますけどね、このチャレンジに関してはナイトの前にいやこれミニピワンパンですよキング、いいでしょ、いや強すぎ。
まあでもこれするだけだな。とか他の戦略で勝てない。なんかラバーとか、なんかそんなのじゃねえ。無理。このチャレンジに関しては。バルキリーでね、スケルトン刻もうとか、刻めない。無敵なんで。そう。常識で考えたらね、意味ないんでね、このチャレンジは。もうネクロプラスの、なんか適当に形組んで、ゴリ押しがいいイメージがある。よし。からのナイトマンの幸せだね。この辺でね。いいよ。で、相手のナイト今ね、アイスゴーレムで戦ってるからこそ、無敵がね、ないんですよ。いや、これがいいっすね。アイスゴーレムの強み。うわ、なんか荷物届いた。別に何も頼んでない。おう、気づいたら。さ、気づいたら、キングを破壊してるのが、さ、ネクロミニペッカー。なんかさ、他の戦術ないかな。もうこれしか、勝てないと思ってはいるんですけど、なんかせっかくなら抗いたいっすよね。こういうのどうかな。相手のナイトの足を止めることができればいいんで、まあ、ナイトをアイスゴーレムとエリゴレで止めて、その間ダメージカット的なね、あの無敵状態 が解除される間に、まあ、交わっちゃったバルキリーで芝生。よし。いや、こういうチャレンジでね、抗っていかないとね。いや、やつですよ、問題は。マジで強いかな。いや、これ悩むな。え、これ出しちゃうか。てか、ナイトをさ、そう、先にやらしてくれるのはもう幸せなんですよ。なんか普通に勝てそうだろ。こいつあんま大したことねえだろ。で、逆、俺はね、さ、無敵にして、いいね。いや、スケルトンやだな。やばい。いや、やばい。いや、すごい、すごいね、これ。全然、ただの呪いゲーになってんだよな。やばすぎる、バルキリーこれさ、刻めてない。いや、やばすぎんな。なんだこれ。いや、ラバとか、もう意味ないもんな。なんかねえか。抗い作戦存在しない。もう真っ向正面ネクロブッパのみなんかな。俺は抗うよ。ファイスピ、まあ、何でもいいか。この辺はなんか高回転でネクロ出せばいいだろって思ってんだろうな。まあその通りではある。え、待って、マジやばいこれ。うわ、ちょ、マジやばい。待って、やばい。え、待って、マジやばい。は、あ、終わってるよ。いや、ちょ、マジでやばすぎる。今ネクロ手札にねかったっていうか、デッキにねえのか。あー、ま、あらがえねえな。ミニペすら止まんねえんだけど。最強なんだろうな。もうネクロエリゴレ呪いレイジ的なね、もう戦術がさ、これを覆すのが存在しない環境、俺が変えることはできねえのか。うわ、もうなんか絶望だもんな、このデッキ。そんなつもりじゃないんだな。いや、ワンチャン普通にね。全然普通にゴブリンにして、いやー、このナイト嫌だけど、おつい、おつい。いやー、もっとゴブリンになればっていうな。別に通常のナイトはね、そう、こいつ自身にそんな価値はないんだよ。こいつの能力が異常なんだよ。いや、抗えそうだな。このネクロ戦術にね。いや、待って、このさ、パンケーキ去ったらさ、あ、終わんなこれ。ちょっと待って、
さ、ネクロいります。ネクロないとこうなります。こういうのさ、ちょっとありそうじゃない？守って、まあ、こっちの進化ミニペッカー、進化ミニペッカーじゃねえな、スーパーミニペッカーか。お、物殺作戦。守れんのかな？気合？一応こっちもね、一応スーパーナイトいるわけで、スーパーナイトミニペッカで、いやもう回転ガチでね。もうお互いさ、すんごい。やばい。やばーい、絶対にやばいことだけはわかる。意味わかんねえやん、これ。ってか相手さ、2体おるやん、これ。ありえんの？そんなことが。やば、これやばいな。超高回転スーパーナイトか。うわ、その発想はなかったな。俺もやってみよう。できました、スーパーナイトをね。なるほどね、2回も3回も出しちゃうわけか、このモードは。それやばいな、天才だな相手。1周目のスーパーナイトは、まあその回復ね、近距離にてか戦い出したら回復できないけど、回復無敵にならないけど、2周目を回して強制的に無敵にする作戦ね。それやばいよね、これね。これでスーパーナイトがさ、無敵になる。うわ、やばい、これ天才だな。ダブルスーパーナイトからのトリプルだ。スーパーナイトだけでいいんだ。でここでスーパーナイト出したら、このナイトたちもまた無敵になるっていう。うわっ、頭よっ、さっきの相手よく思いついたな、これ。ネクロ入りとどっちが強いんだろうな。さすがにネクロなのかな。でもスーパーナイト2周目ちょっとおもろいんだよな。さあゆっくり、これ1周目ね。でもスケルトン2歳も価値あるんだね。あと呪い結局強いな。よしよしよし、でスーパーナイト出して。いやマジで熱い、これ。うわ、やばい、スーパーナイトだけで戦えるよ、ちょっと楽しくなってきた。でここのスーパーナイトね、やば、戦ってても無敵がありますよと。最強デッキこれっすわ。もしかしたらネクロ絶対条件だと思ってたんだよな。スーパーユニット2体と1コス4枚と呪いレイジ。ナイト出して1コス4枚出して呪い打ってレイジ打ってナイト出すだけの。さあナイト回す。やばい、ゴブリンにだけはなんなよ絶対。お前ら気をつけろよ。さあこのネクロに勝てるならば最強ですよね。てかまあ呪いが強いな。え、呪いがないとね、弱いっていう。でそう、これ呪いレイジなら無敵を突破できる。うわ、やばい、ちょ、ナイトが2体とも戦ってる。やばい、それだけはまずい。うわ、まずい、ちょ待って、うわやばい。やばい。やばい。一旦まずいか。ナイトからの呪いレイジね。お前が戦ったらダメなんだよな。終わった。うわー、俺の最強デッキが
あそこで勝てなかったら勝てねえわ。なんだこのモードこのモードなんだこれ、なんでミニペッカまでいいんだ。ネクロだけとかでよかったんや。ネクロじゃねえよ、スーパーナイトだけね、セットにされちゃってんだよな。よしさあ無敵です。これタワーも無敵なんだよな。いやいいね、これむずいね。これないとね、やっぱ位置がね。やばい、なんか負けそうなの。あれあれれなんだこのチャレンジマジで。全然飽きたな、もうあんまり言いにくいんですけど、もう飽きちゃったなこのチャレンジ。生きて帰れる道あるか、ちょっとありそう。ジジ二度とやりません。フリーズとかさ、夢ないかな。なんかスーパーナイトフリーズで固めて無敵状態を無効化にしてのみたいなね。どうなんだろう、無効化されんのかな全然されなかったら意味ないっていう話ではあるが、来いよ。スケーブもね、今は無敵。やばいやばい、無敵がやばいやばい。うんうんうん、勝ったぞ、熱いゴリ押しきた。いやーやばい、これうわーやばそう。え、ま今の俺のゴブリンが勝ったの。え、強っ、呪いそう。えマジで強いやん。うちのスケルトン部隊は最強、一匹たりとも死なせはしない。やば、軽く12万のミニペにも勝てるやん異次元。フリーズはあれ、フリーズとれ使ったっけ。いやでもやっぱ無敵状態だからゴブリンなんねえな。うわ、なんだこれわかんな、やればやるほど意味わかんなくなってきた。はい、というわけで、そんなナイトが当たり前強い無敵状態、ちょっとだけおもろい呪いとスケルトンネクロがめちゃくちゃ強いっていう、はい、チャレンジでした。スーパーウルト級の皆さんもぜひ遊んでみてください。チャンネル高評価を押してください。明日またね。